ンポン。ちわす。なにゃ。ちょろいボイスロイドコンテストグランプリ、おめでとうございます。ええ、ちょろちょろあかねさん。なにその呼び方。あなたはこの度私が主催するちょろいボイスロイドコンテストのグランプリに選ばれました。なに。これか。やったぜ。バカだ。トロフィーの贈呈です。じゃあトロフィーをよこせ。あ、失敬失敬。こっちでした。そっちもおかしいだろ。イエイ。ムキムキマッチョな像じゃねえか。なんやねんこれ。あ、あれは星のカービィスーパーデラックス、ウルトラスーパーデラックスに出てくる見るからややラッキーのマッチョ像。そんな詳細ええねん。で、誰がチョロイボイスロイドなん。まさかお気づきでない。はあ、まさかうちがチョロチョロボイスロイドグランプリってことか。君はさっき何を待ってそのトロフィー受け取ったんだい。おい、ゆかり、誰がチョロなんや。え、赤毛の関西弁めっちゃ可愛い。うふ、てる。うわ、ちょろすぎ。じゃなくて、うちはちょろくないんや。訂正しろや。もうしょうがないな。はい、ノータボイスロイドグランプリに修正しましたよ。なお悪くね。よし、オッケー。上機嫌なご様子。キャラできるやないか。わかりゃいいんだよ。何を分からされたんだよ。では、ノーカラーあかねさん。なんか名字みたいね。ノーカラ？意味わかってねえのかよ。ノーカラってなんや。ノーが唐揚げってことだよ。ノーが唐揚げってことだよ。こいつら。キャーあああああ、美味しく食べられちゃう。アホや。この大量の唐揚げを見ろ。あん。キャーあああ、うちの脳みそ。あん。キャーあああ、食べられてる。うるせえな。ちなみにですが。え、あかねちゃんは唐揚げが大好きなのを知ってますか？そうなんか。そしてあかねの脳は唐揚げ。この意味。わかりますよね。つまり。レモンとマヨネーズがいると。多分わかってねえなこいつ。あかりちゃんに脳みそを食べられちゃうかもってことですよ。キャーあああああ、食われる。は、いやいや落ち着きな。あんな、食べるわけないやろ。ほんと？もし仮にあかねちゃんの脳が唐揚げだったとして、うちが友達の脳を食べると思うか？食べない。です。そやろ？だからもう少し落ち着くんや。しっかり相手の言うことを聞いて、ちゃんと考えるのがええ。キャーあああ、食べられる。だから食べねえよー。